自分なりのこうジャズギターのスタイルっていうのをなんかこう作っていかなきゃいけないっていう思いはもうずっとあって、でその頃に知り合いからたまたまニューヨークのミュージシャンでマイク・マイネーリっていう人のホワイト・エレファントっていうあのバンドのレコードを聴かせてもらった。そしたらそれがもうものすごくヒップで、でも斬新でシャープで、なんかもう一発でね、もう、まあ、それまでの海外レコーディングっていうのはね何回かやったことあるんだけど、もう日本でバッチリも仕込みはしていって、でそのスタジオに入ってさあリハーサルして、でレコーディングしましょうっていうのがもう最短の期間で割とやるっていう感じだったのね。ところがマイクのその時の話っていうのは全く違って、あのなるべくその日本でいろんな曲の準備はしなくていいよと、1ヶ月くらい早くニューヨークに来て、それでまあニューヨークセントラルパークに行ったりとか、いろいろミュージカルを見たりとか、それからカーネギーホールでコンサートを聴いたりとか、そういったいろんなこうアートとかカルチャーを吸収して、でなんか自分の中でこうちょっと新しいものが見つかったなと思ったら、そこで曲を初めて作ったらいいんじゃないかっていう、でそれがやっぱり初めてできたのがね、やっぱその土地買ってアルバムだと思うんだけども、でまあ、このこれからちょっとやってみようと思うね、そのユニコーンって曲があって、あの時マイクのこういうメンバーでやろうって言ってくれなかったら今がないんじゃないかなっていうような、そういうまあ仕上がりになったんですけども、ちょっと曲の組み立てがどういうふうになったかっていうのをね、ちょっとここであのサウンドオンサウンドで録音しながらちょっとやってみたいと思います。でこの曲っていうのはとてもある意味変わっていて、いわゆる普通のこういうなんだよな、こういうセブンスのこういうようなところからできてるんじゃなくて、最初4つのコードがあってね、最初のコードが A7 なんですよ。そして2番目のコードが C7 で、3番目が Bb、 4番目が Gm という、この曲でヒントになったのはね、やっぱりちょっと僕はその、まあ、今でも好きなんだけど、そういうスペイン音楽とかちょっとスパニッシュな感じっていうのがすごく好きで、だからオレみたいな、これをまた普通のベースラインで、でやると、まあ、あまりにも普通すぎちゃうなと、なんかないのかなと思ってた時に、ちょうどその頃好きだったあのウェザーリポートっていうバンドがあって、でそのバンドのジャコ・パステリアスっていう人がね、ものすごく僕好きで、なんかもしジャコがこの僕の作った曲でベースを弾いたらどうなるかなっていうのをずっと考えたの。そしたら彼のドゥグ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 っていうのが出てきて、まあいっぺんにこう出てきたわけじゃないよ、でもなんかそういう彼のこのなんかスケールライクなベースラインっていうのがなんかこうちょっとヒントになって、じゃあそれでやってみようと思ってね、今のこれ今4つの音の、まあ、基本ねリズムで、これに、コードをちょっと足してみる、これに、ベースライン1回でできるかどうか分かんないので、ちょっと何度もやってみて、
この後にちょっとブリッジがあるんですけども、で即興はアドリブっていうのはこのコードに乗っかって、という具合になります。